それを踏まえて30歳からの成長と幸せというテーマで語ってほしいですっていう。で、これ、とても良いので、これさっきの話とちょっとつながるんですけど、まあ、その偉そうに言ってますけど、いやもうひどかったわけですよね。僕は、その世間知らずだったんでね。で、漫画家の中には、その人徳の高い人ももちろんいるんですけど、 そういうふうにこう若い頃にデビューしてしまって、チヤホヤされてしまった人の中には、まあ非常にこのつで未熟な人っていうのは多いんですけど、僕がまあその中の一人ですよね。それで、あ、これはいかんなと思って、絶望に効く薬っていうので、社会を見る方向に行ったわけですね。あれ本当はあの企画が通らなかったら大学行こうかなと思ってましたからね。で、大学行ったって別にその、えー、何かを学べると思,思ってら大間違いですけどね。 <laughs> な,のなんですがえ、まあ、それぐらいしか浮かばなかったんですよね。そのもう一回学び直そうという気持ちになった時に、どうしたらいいかっていうのがわかんなかったんですよ。で、とりあえず、いろんな人に話を聞きに行って、それを漫画にするっていう企画をやらせてくれと。で、その時に、ヤングサンデーやらせてくれたんですよね。なので、僕はまあ、ヤングサンデー第2の恩義として、 え感じて「山田玲治のヤングサンデー」という番組を引き継いでるのも恩義を感じてるからこそでもあるわけです、まあそれはともかくですねこの、あのー、嫌いなものに対する攻撃的な姿勢っていうのはもうさっき言ったもうまさにその自分が正しいというさ己の正義感みたいなものにしたらもその盲信している状態だったわけですよ言ってみればアホだったわけですね。 で、何がほかって言うとさ、最近なんかあるサッカーさんのインタビューで見たんですけど、一番気をつけてることは、自分が正しいと思わないことだって言って、自分が正しいっていうふうに錯覚しているような人間にはなりたくないですねって言ってたわけですけど、もうまさにそれに尽きますよね。 その時の自分が、その時の経験や知識や価値観のもとに基づいて正しいと判断していってるわけで、まあ常にその普遍的な正しさなんてのはどこにもないということが分かってくると、いろいろ変わるんですよ、これが。やってしまっていたなと思うんですが、それがね、ダメかっていうとね、そんなこと全然ないんですよ。ダメじゃないんです。あれは、 良かったですよ。僕は、その、パンクロックをやって、えー、資本主義に対して立てついてたわけですよね。その、お前らみんな死ね、みたいな感じだったわけですよ。まあそ、その当時のパンクスだったわけですよね。で、バンド名は資本主義だったわけですからね。その後、リゾート計画っていうバンドですからね。だから、そんな、そんなやつだったわけですよ。で、でも、あの、まあ実際にその、 俺が敵だと思う人に会ったりとかすると、いやいやいや、すいませんでしたってなるわけですよ。もう、みんなすごいわけですよ。とりあえずその話を一から、とりあえずとことん聞こうという体制で。で、まあ、取材に行ってるわけですからね。俺はこう思いますよ、つって喧嘩しに行ってるわけじゃないですから。聞かせてくださいって言ってるわけですから。そりゃ、納得いかないことを持ち帰るわけですよ。で、そこからずっと考えるわけですよ。なぜあの人はこんなことを言ってたんだろうか、とか言って。 そんなことを毎週毎週やるわけですよ。全然違うものの考え方を受けたりとかした時に、ね、これは創作に時間かかりますけど、何しろアウトプットしなきゃいけないわけですよ、漫画としてね。これは結構ヘビーだったなと思って、まあそんなこんなんあって、30代、ああい節約始まったのって30代ですけど、30代のその修行の日々で劇的に変わりますよね。30代の半ばぐらいから始まってるんですけど、そこからの自分っていうのはやっぱり、 それ以前のの自分ととは全く違うものにはなっっててしまっているとかそれがだから変異だったんですけどきょ今回だから極端な話をし,し,したいなと思っているのがちょっときょ極論的に言いますけど勉強ってあるじゃないですか勉強っていつやったらいいのかって話だってまあ最終的に結論としては死ぬまで勉強ですよみたいな話ですが本格的な勉強ってやつをね始めるのは俺30代からでいいと思う,思うんですね。 もちろんね、その、もっと前からやってもいいんですが、えー、そこちょっと説明したいと思いますね。あのね、うん、10代の頃に、ね、僕が思うのは、あのね、 知識が体験を邪魔してしまうことがあると思うのね。もう、まずは体験なんじゃないかなと思って、山を歩いてそこにいたものを見て、そこで、この生き物は何なのか、この山は冬はどうなのかとか、それからいつできたのかとか、なぜここから植物が変わったのかとか、そういう、もしくは、どういう歩き方をすると膝を痛めないのかとか、たくさんのことを疑問に思ったり発見したりするわけじゃない。それの答えを探すために、 学ぶっていうのだったらあるんだけど、例えばその山は怖いみたいなところ、最初に知識で受けてしまったら、山には蛇がいるとか、いやいや毒蛇がいると。で、毒蛇の、えー、種類はこれくらいいて、それくらいの被害があって、年間何人が死んでいるとか、みたいな。そういう知識を例えば、最初にインストールされたら、山行った気になるし、山行きたくなくなるよね。で、私は分かってます、みたいなこと言うわけ。 よく、その、海外に行かない人の中に、あのー、いや、そんなの分かってますよ、私はって言う人いるんだけど、行ってないのに分かるわけねえだろっていう。行って初めて分かることがいっぱいあって、それは俺10代の時にやるべきことで、まあ、海外に行かなくてもいいんだけど、体験をどれだけ詰めるかっていうことが10代の間に。で、そこでたくさんの理不尽や疑問みたいなものを、 たくさんそれを、それをその吸収するというか体験していくっていうのが10代の中で。でそ,こでそこですぐに出ない答えを抱えたまま、疑問符だらけのまま20代に突入するっていうのが10代のミッションで。そこでね、あいな答えを求めて、えー、これが正解ですなんてやってるとどうなるかというと、バカになるっていうね。これが、この国を決定的にダメにしてしまったというのが僕の実感ですよね。 海にはね、必ずサメがいて、お,おぼ、落ちたら必ず死ぬ。<laughs> そして食べられると。こういうイメージのある人いますからね。いやー、会いませんよ、サメには。<laughs> なかなか。例えばさ、沖縄の宮古島にはウバザメが出るみたいなさ、ウバザメだったかな、結構、ホウジロザメだから巨大なサメが出ますよね。会ったことないですよ、僕は。ただし、いることはいるんですよ。で、何人か被害にも会います。 だけど、見たことないですよね。そういうやつありますよ。あまあ、それと同時によく言ってる東京は怖いですよとかさ。人は冷たい。そんなことないですよ。同じだっていう話ですよね。そういったなんか余計な知識が最初に立ってる人っていうのは、潜入感で身動きが取れなくなるんですよ。アホですよ、それ。だから知識が邪魔をして行動できないっていうのは。よくあ、よく言う。だから、 頭でっかちゃん持てないっていうのはそこですよね。その、ビビっちゃうわけですよ。リスクばっかり考えて。でも、若気の至りとか、失敗しても許される時期ですから、10代って。そして、失敗から多くを学べる時期でもあるわけです。それから、その失敗が人生のテーマになったりするわけですよね。モチベーション。そして、ちょっとしたし成功がですね、自分の後の人生を支えるくらいに大きな、 宝物になったりもすするわけですよね例えばその文化祭で1曲歌いましたみんなが拍手してくれましたみたいなところからもうアーティストになる決まりましたとかさそれがダメだったとしてもさそ,のそれが忘れられないから結局そのサポートをする仕事をしてますとかさ。 そ,その周辺になってって、結局そこでその自分はなぜ生きてるかっていうことがそこでわかるんだけど、これ知識ではないやつなんですよね。体験から生まれちゃうっていうね。うん、まあもちろん、その体験学習っていうのがね、あの随分あって、学校っていうのも考えてるんですよというのもよくわかっております。で、体験型学習と、ええー、その試行錯誤みたいなものは昔よりは随分進んではいるんじゃないかとは思いますが、 まあ受験によるヒエラルキーみたいなものがまあ残っている以上は、そしてその学級制度という古いやつ、一クラスなんとか担任っていうか、このその老朽化したシステムが変わらない限りなんかなんか難しいとは思っておりますね。じゃあ、じゃあ20代は何したらかいいかっていうと、あの、20代もそんなにガツガツ勉強しなくてもいいんじゃないかと僕は思います。ただ、 あの、できる人はやりゃいいんだよね。その、経験と知識っていうのは両輪でいける時期ではあるなと思う、思うわけですよ。ただし、やっぱりここでも気をつけなきゃいけないのは、若いやつほど知識に足を取られますから。あの、知識量の多いやつほど偉いって勘違いしている時期ですね。20代ってのは特にね。なので、 えー、細かいハギ足を取っては俺の方が偉いっていうのやりがちなのは20代なので20代ってすごい思うのが、まあ、10代から始まってるんだけどとにかく己の欲望に振り回されるんですよ主に性欲に振り回されるんですけどその自分の欲望と経験不足っていうところで大混乱していくという経験があるとクリアできていくんだんだんだけど本当に最初はどうしたらいいかわからないっていうやつですね ボクロ君例えばスキーなんかをやったことがない人がいきなりリフトで頂上まで上がってさあ滑るって言われるそういう感じですそれは転ぶでしょ <laughs> そのうちだんだんそのエッジを効かせるとブレーキともかかるなみたいな直角行ったらどっちかに開くなとかそれを繰り返していくうちに滑り方が分かってくるというやつなんだけど20代って本当に何も知らないまま頂上に連れてかれる時期だなと思いますね で、あのー、知識っていうものが、経験を埋めようとするので、知識がある人間が偉いと思っているっていう人は、無知であるっていうことに気がつくと、これが不安なんですよね。無経験で無知っていうと、もう自分はダメなんだってなるのが、またこの時期ですね。大変ですよ、この時期って。だから、結果は、 出ませんよなかなかだから20代で簡単に結果出てしまった人はあとで大変ですね、あのー、僕なんかも大変だったんですけどブーフ相応の成功をしてしまうとまあその後本当の自分っていうものにこう自分自身がその落ちていくわけですよ偶然上昇してしまっただけだから本来の自分になるんだけどそれは本来の自分として変わってないんだけど落ちた感覚になるんでこれは結構苦しいことになる,なると20代って 何が起こるかっていうと、現実っていうことが分かるという時期なんですよね。<laughs> 曖昧な自分自身の見えてなかったところに関しては、みんなそのキラキラ埋めてたわけですよ。夢のような未来、俺ってすごいんだってなってたやつがあ、この程度かっていうのが分かってくるっていうのが20代なので、20代後半きついですよね。そして30代がやってくるってやつなんです。ここまでが俺はその、 えー、10代、20代でやっとこうべきことで、主に何が何,何かっつったら、経験と失敗なんですよね。で、経験と失敗したやつっていうのは、30代いい感じですよ。なぜならば、なぜこうなったのかっていうのを抱えてますから、たくさん。ここから勉強なんですよ。ここから、いろんな人の話を聞いたり、えー、いろんな本を読んだり、自分の前の世代の人たちは、その問題についてどう対処したのかっていうのが、 三千年五千年前からずーっとあるわけですよね。みんな同じことに悩んでるわけですよ。自分が二十代、10代の時に体験した苦しみについてみんなが体験してるわけですよ。で、それでその時代その時代に答えが出てるわけですよ。これは最高ですよ。ここ,こ,こに至って初めて勉強ができるわけですよ。無理やりインストールさせられるわけじゃないんですよ。無理やりインストールって冗談じゃない,じゃないですか。だって、そんなのさ、あの、 いや知識の断片をね、無理やり記憶させられるほど苦しいことないじゃないですか。だけど、一体何なんだっていうさ、一体じゃあ、あの、悪って何なんだみたいなさ、みたいなことを考えた時にさ、信頼にあったりするとさ、え、悪人こそが救われるべきって何ですかみたいなさ、そういうさ、なんか、こう、答えにさ、ばーっと繋がっていく瞬間があったりなんかして、これが学問する快楽。 知識を得る喜びみたいなやつなの。そう、これはもはや、えー、快楽でしかないですよ。断片的な知識ばかりを詰め込まされますからね。中途半端に組み合わされたジグゾーパズルみたいな状態なんですよ。で、勉強していくと、その、このパーツはここにはまるのかとか。 はるのかとかともしくはここからここにこういうラインが引かれていたっていうことに気がつくとかっていうふうに分かってくるっていうのがえー、学問の醍醐味なのでねそれはもう楽しいことですよで法則を知ったりね黒に黒を知ったりとかねするわけですよね、えー、じゃあ30代からねじゃあ勉強したらいいっていうふうに言ったらそんなこと言ってもですね 山田さん、僕は仕事が忙しくてそれどころじゃないんですよ。そんな時間ないんですよっていう人もいっぱいいると思います。よくわかります。僕もそうでしたからね。週刊連載なんかやってたらね、そんな時間ないですよ。普通はね。でも、学ぶことはできるわけですよね。で、それはなんか、思うのは、 今日も,もやってるあのご機嫌な東京に元気が出たら混ざってくさんでも年中無休だよマイクチェックン濃厚に接触君は何も変わらない俺も何も変わらない散歩進んでリンホでも,でも年中無休だよマイクチェック 1, 濃厚に接触君は何も変わらない俺も何も変わらない散歩進んでリンホ